絶望ネームオレガノ&広志しっかりしなさいさんからいただきました。絶望した。テレビのモノマネ番組に自分で応募して出演する矢島さんに絶望した。いいじゃねえかよ。いやこれは何ですか。だってで出てどあ番組見ててこうテロップがチャーって流れたんですよ。で本当にこういうのって電話つながんのかと思ってちょっといたずら心でかけたら2回目ぐらいに つながっちゃったんです。そしたら慌てちゃっておどおどしちゃって本名は言うわ住所勝手に言うわで応募エントリーになっちゃったんですよ。それだからオーディションも受けに行ってそれで何気にじゃああのナウシカの子供の頃のハミングのモノマネやりますとかってやって全然受けてなかったっていうかこうしらってなってたんですけど後で素性がバレてバレてオーディション関係なく出なきゃいけなくなっちゃったんですよ。そうだそりゃそうだよ。そりゃそうですよ。ちなみにいつ頃のお話ですか。それは春ぐらいに番組を見て電話しちゃってオーディションは夏にありました。春いつ頃の春？割と最近の去年ですね。去年ってことで私実は見ました。いやー見たの。実は見ました。この1年以内の話。はい。何やってんの。だって私見た。だって繋がると思わないでしょ。いやそのこかけない。完全に視聴者じゃないですか。うん、はあ、家で見てたから。何やってんすか。だしほらオーディション受けたってどうせすごいたくさん来るからそんなの分かんないだろうと思うしいろんな経験できるなと思ったんですよ。まあね、そういうテレビを、ね、作ってるサイドっていうのはどういうもんなんだろうって垣間見たかったっていう欲もあったんですけど、うんうんうん、ゆっくり行っちゃったんだ。したらなんか知らないけどどっかからこう漏れて、うん、なんか知らないけどあれ国民的人気アニメのあいつじゃねえってなったんだ。それでなんか某局にもご許可をいただかなくちゃいけないようなめんどくさいことになって、はあ、でいいですよってなったんですか。そうですね。で出たんだ。モノマネできないのに出ちゃった。そうでいいがあったんだ。ああ、はあ、なんか反省した顔してらっしゃいますけれどもそんな行き先があったんですね。何も知らないで見てた分にはすっごい楽しかったですけど。あ本当、うん、よかった。矢島さんはすごいなって思ってありがとう。でもそれ普通に見てたら絶対何かその仕事で受けたんだなと思うでしょ。と思ってました、うん、仕事じゃない仕事じゃない風を番組でも予想ってたけどまさかって思った。仕事じゃない。あのねあの舞台の収録してる裏側でクリカンさんにねえ本当に応募したのって確認されたまあある意味同業者じゃないですか。そうです ねだからはいって答えたらなんか微妙な顔されてた。あ、はい、そうですか、はい、そうもうこれからは気をつけましょうね。そうですね気をつけますわ、まあ、一郎も、うん、一度そういう経験をされたらね、もう大丈夫、まあ、そうします、まあ、なかなかそういう経験される方いらっしゃいませんからね。そうでしたいや今貴重なお話聞きましたよ、うん、そうか自分でそうか本当だったんだ